両政国の一覧、1869年1月19日の、道の区国語分割及び、では国に分割と、同年9月20日の北海道11カ国追加を、反映した。両政国とは、日本の律令制に基づいて設置された、日本の地方行政区分である。律令国とも言う。アスカ時代から、明治時代初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。 現在は行政区分としての機能は失われ、単なる地理的区分となっている。ただし、その地理的区分としての機能も都道府県にとって変わられつつある。両政国の行政機関を国がまたは国庁と言い,い、国がの所在地や国がを中心とする都市域を国府や府中といった。両政国が行政体、地理区分の基本単位として用いられていた時代には、 正式にも、寛用的にも、国とだけ呼ばれていた。後代の20世紀以降には、旧国、旧国名とも呼ばれることがある。律令のうち、例によって規定される制度を両政というので、両政の国を両政国と呼ぶ。両政国という語は、20世紀末に用いられ始めた歴史学の用語であり、1970年代から使用例が現れるが、 1984年2月に吉川博文館から発行された国史大辞典第4巻では、両政国のことは国の項目で説明されており、文中にも両政国と呼ぶといった説明はない。なお、英語などの欧米語ではプロビンスに相当するわけが当てられる。日本の古代には両政国が成立する前に、 土着した豪族が世襲して勤める国の宮津子が治める国と、あがた主が治める県が並立した段階があった。それに対して、両政国は、中央から派遣された国士が治める国である。日本初期には、大化元年、南馬宮で行われた、大化の改新の際に、東国に国士を派遣したという記事があり、アスカ系後から出土した、木簡作編に、 伊勢国、金泡などと書かれていることが分かっているので、日本初期の記事に芯を置けば、大化の改新直後、少なくとも、藤原経営の戦闘以前には、ある程度の両政国が成立していたものと推測される。しかし、昭和42年12月、藤原経営の北面外堀から、 己移動氏10月上、国阿波表末里と書かれた木管が掘り出され、軍票論争に決着がつけられたとともに、日本初期にある大化の改新の諸政策は、後世の順位職であることが判明しており、多くの両政国が確実に成立したと言えるのは、大法元年に制定された、大法律令からである。ゆえに、両政国の成立時期は早ければ、大化元年、遅ければ、 大方元年となる。この間の段階的な制度変化の結果である可能性も高い。両性国成立以前国造の領域だったとされる王子高地の畜生、非、豊かについてはその領域の分割と考えられるが、それ以外の国については厳密には両性国成立に伴う分割ではなく、それぞれ異なる経緯を経て成立していることに注意する必要がある。 立令制確立直後の大法4年に全国の国印が一斉に鋳造された。それを機会に国名に用いる文字が改定され、現在まで続く表記となった。奈良時代初期の和道6年に、元明天皇は両政国ごとに、風土器という知事の編算を命じた。現在、出雲国、日立国、リマ国、非前国、文語国のものが一部残存している。 同年5月に機内と七道諸国の軍、里の名に事をつけるように命じた。噛みつけの国、下つけの国、木国、阿国の国名が漢字に文字に統一された。天平十年諸国の国軍図を信上させる。天平十一年末頃から天平十二年初めの頃に、強力性を合成に改める。天平時代に、聖武天皇が、 政権についた時期には、平常形では、薬病が蔓延し、社会不安が広がっていた。これを払拭すべく、公明皇后の意見もあって、天平十三年両政国には、国分寺、国部はまでらの混流の御事のりを出した。平安時代の演儀式には、各両政国の軍の個数が記載された。また、以下のように国力による分類と、都からの距離による分類が行われた。 江戸時代末期の日本地図、道の区国及び、出羽国の分割、北海道11カ国の設置、琉球処分がなされる前の状況律令制が、事実上崩壊してからも、鎌倉時代には依然として各国に国画が置かれ、国を支配していた。南北朝時代に戦乱が、全国に及ぶと、守護の力が増大し、国画の気候を吸収するに至った。 それに伴い、室町時代には、守護による、両国支配が進行した。こうして、軍事警察権のみならず国の行政権も手にした、守護を、守護大名、彼らの国支配体制を、守護両国制と呼ぶ。戦国時代になると、律令時代からの行政体としての国はこれを、構成した荘園や、公領の実態の希薄化に伴い消滅した。国士は、 完全に名目だけの感触となり、創尊や黒人一揆といった在地の自治的結合を、権力基盤として、守護大名や守護大、有力な国人などから成長した、戦国大名が、両国支配の正当性を主張するために発するようになる。安土桃山時代と江戸時代には、地方統治は、大正太様の大名と、大名に準ずる領主、江戸幕府の直轄領に分割された。 領有が細分化した地方に特別な機関を置く場合を除いて国を単位とする行政体はなかった。ただし国主を認じていたことから名目のみ行政区分としての両政国は存在していた。また両政国全土あるいはそれに匹敵する大きさの領地を持つ大名を示す国主という価格が存在した。住所の表示には両政国が用いられ。 欠かせない、地理区分だった。明治初期の両政国の配置図江戸時代までとの大きな違いは国史を廃止したことであり、国史廃止によって、明日ともに、行政的な地理区分ではなくなった。1869年1月19日、母親戦争に敗戦した奥植え列藩同盟諸藩に対する処分が行われ、明治政府は、道の区国を、岩木国、 岩城国、陸前国、陸中国、道の区国の五国に、では国を、宇前国、宇後国の二国に分割した。母親戦争終結直後の1869年9月20日、和人地及び、江戸地に、北海道十一カ国を新たに設け、これにより五期七道から五期八道とした。1871年の廃藩地検後、薩摩藩の不要国だった。 琉球国は琉球処分の過程で、1872年に琉球藩とされ、1879年には沖縄県とされたが、その後も地名としては引き続き琉球国と呼ばれた。ただし、この琉球国は弁宜上の要望であり、両政国の一つではなく、五期八道にも含まれない。1902年までは両政国の範囲改定が行われたりしていたことから、 少なくともこの年までは、制度上も用いられていた。しかし、台湾、朝鮮などの外地には、両政国は設定されなかった。また、一旦失った後日露戦争後南半分が、日本領に復帰したカラフトは、対象規制定の共通法1条2項では、内地と規定され、1943年法令上の特例が廃止され明日ともに、 完全な内地となったものの、同様に新たな両政国は設定されなかった。法令による廃止はされていないが、とりわけ戸籍や郵便などの地名表記から外されたことにより急速に廃れ反対に、府県は、急速に定着した。現代では、同じ地名を呼び分けるときやと宮崎を結ぶ、日報本線のように、両政国名を用いることもある、都道府県名を嫌う場合、 地域名、地域ブランド名などに、旧国名が利用されている。また、北海道条例や国の法令では、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則などで、市長や法務局及びその下部組織の所管区域を示す、規定中に、両性国が示されているものもある。大相撲では、番付の出身地表記を、昭和二十二年十一月場所まで、 両性国名で表記していた。検定教科書である社会科の地図帳は、検定を受けるには、両性国を記載する必要があるため両性国が記載されているが、千島国を記載していないものがある。また、地図帳での両性国表示は、実質的に歴史教材としての意味合いでしかない。前述の通り1902年以降両性国の 範囲改定が行われていないが、都道府県は境界線の変更が行われているため範囲の差が広がりつつある。両政国は奈良時代までと明治時代に大きな開廃がなされたが、その間の平安時代から江戸時代までの長期にわたって変更がなかった。その数は68であるが、66とされることも多かった。この場合、津島、域が、 島として外れる。例えば11カ国を守護領国とした山梨は、全国の6分の1の国を領したという意味で、6分、一伝と呼ばれた。全国一のみや1蘭などすべての国を列挙するような場合には、実際の国の数と合わないので、備前、備中、備後をまとめて、機微とするなど無理に2国減らして66にすることも行われた。 64州と表現することもあった。明治初期に行われた分割や新設に伴い、全国の両政国の数は84国となった。ありがとうございます。